飛べタレント総出演の YouTube 生配信番組、d ゥー b i n に賛否両論通販番組くさい個性が爆発ファンの期待とは裏腹に出演者のパフォーマンスは、11月25日、滝沢秀明氏が主催する芸能プロダクション、飛べに所属する多彩なアーティストたちが一堂に会する YouTube 番組、d ゥー b i n が生配信され、 ファンたちの注目を集めています。しかし、期待されたトークと歌の今後が見られなかったことから、ファンの中にはがっかりの声も広がっています。本校では、10ンの登場に際しての賛否両論を探り、番組が今後どのように進化していくのかを検証します。番組内容と視聴者の反応。 トゥービーの初回配信は数々の期待と予測に対して裏腹なものとなりました。一部の視聴者は、北山博光氏のマックチからに絶賛のコメントを寄せ、ナンバーアイのメンバーたちの個性が魅力的だったと称賛する一方で、一部のファンからはがっかりの声が上がっています。特に驚きをもたらしたのは、通常ならば歌唱パフォーマンスが期待される場面での欠如でした。 視聴者は番組名が音楽番組にかけていることから歌番のような歌とトークが半々の構成を期待していたようです。しかし番組では歌唱パフォーマンスがなく中井雅宏氏の登場もなかったため一部のファンからはがっかりの声が広がりました。また番組内での企業の商品紹介が細かく行われたことも一部の視聴者からは 通販番組臭いといった批判の声が上がりました。大手市中ンスシローと化粧品メーカー、厚生の商品が取り上げられ番組内でメンバーが選んだ商品が実際に販売されることが告知されました。これに対して視聴者は SNS へで宣伝をすぎて通販番組みたいだといった感想を述べています。ファンの期待と不満。 番組に対する賛否両論の声が SNS 上で広がっています。一部のファンは、北山博光氏のマック力に注目し、ナンバー I のメンバーたちの個性に魅了されたとコメントしています。特に初回でのメンバーたちの個性の爆発に対しては、北山くんマックさすがです。すでに初回で3人ナンバー I の個性が爆発してたね。 と絶賛する声が相次いでいます。一方で、期待された歌唱パフォーマンスがなかったことに対してがっかりするファンも多く見られます。視聴者は、ルービーンのタイトルから、期待した歌とトークのバランスが崩れてしまったと感じたようです。SNS 上では、ルービー版で企業小売ュ通販的番組なんめっちゃウケるショー、といった声や、 ナンバー、アイとか金プリやめて、こういうことがしたかったのか。それは確かにジャニーズじゃできなかったかも、といったコメントが寄せられています。また、企業の商品紹介が番組内で頻繁に行われたことに対しても批判の声が広がっています。視聴者は、通販番組のような雰囲気を感じ、通販番組臭い、と感じたようです。 これに対して、なんだか宣伝強すぎて通販番組みたい、といったコメントが見られます。番組の今後の展望、To Be, んの次回予告ではメンバーがハワイでのロケを観光したことが明らかにされておりこれによってタイアップ企業の宣伝番組にはならないとの期待が広がっています。 しかし、次回も過小パフォーマンスがない場合、一部のファンは離脱する可能性があるとの予測が出ています。実際、番組は開始当初は30万人の視聴者がいたものの、イムップのロケが始まると2ケラ3万人の視聴者が減少したという結果も報告されています。 平野の使用たちはキングプリンスを脱退した際、海外での活動を視野に入れていると発表しており、世界に通用するパフォーマンスを披露することが期待されています。豪華メンバーが揃っているだけに、次回以降は一流のパフォーマンスが期待されます。 ファンたちは、これからの番組がどのような展開を見せるのか、そしてアーティストたちがどのような魅力を発揮するのかに期待と興奮を抱いています。t o o b e の今後の動向に注目が集まりそうです。結論。t o o b e の初回生配信は多くの期待と予測に応えない形となりました。 視聴者の期待と番組の実際の内容とのギャップから賛否両論の声が広がっています。一部の視聴者は北山博光氏やナンバーアイのメンバーたちの個性に魅了され、期待以上のエンターテインメントを楽しいんだと述べています。一方で、 通常ならば期待される歌唱パフォーマンスがなかったことや番組内での商品紹介が過剰であったことに対してがっかりや批判の声が広がっています。特に、ルービーンが通販番組のような雰囲気を漂わせたことに対しては視聴者からの反応が注目されています。 企業小売りや商品宣伝が番組に組み込まれたことで芸能プロダクションが新たな収益源元を模索している可能性も浮上しています。一方でアーティストたちがこれまでにない形でファンと直接交流し企業とのコラボレーションを通じて新しいプロジェクトに挑戦する姿勢も見逃せません。次回の番組ではハワイでのロケが明らかになり 期待が高まっています。ファンは今後の番組がどのような進化を遂げ、アーティストたちがどのようなパフォーマンスを見せるのかに期待しています。一方で、歌唱パフォーマンスや番組のコンセプトに対する調整が求められる声もあり、視聴者とのコミュニケーションを大切にしながら番組が進化していくことが期待されます。そうじて、 トゥービーンはまだ百点途上のプロジェクトであり、視聴者のフィードバックや期待に応えながら、新しいエンターテインメントの形を模索していくことが重要です。今後の展開にファンや関係者、そして視聴者全体の期待が寄せられている中、トベのプロダクションは独自のアプローチを保ちつつ、成功への道を歩んでいくことでしょう。成功